白兵は、日本の馬。競走馬になれず、京都競馬場で誘導馬を務めた後、現在は主に乗馬を務めている。馬名の意味由来は、白兵衛。2008年2月28日に誕生。父は、NHK マイルカップとジャパンカップダートの芝ダート、両 GI 制覇した黒船、母は突然変異により誕生し、八頭の白髪馬の、母である白雪姫で、 その父は、サンデーサイレンスの決闘。本場も日本国内で希少な白髪として誕生した。兄弟姉妹には、全兄に参照をあげているホワイト・ベッセル、全姉に、中央競馬、地方競馬ともに勝利をあげ、関東オークスなど重賞三勝もあげているユキちゃん、全妹に、白ケマ発の新馬戦勝利のマシュマロなどがいる。 本場も競争場を目指し、白衛の名で馬名登録されたが、競争場デビューは叶わなかった。その後、虚勢されて馬になり、引退したホワイトベッセルと共に、京都競馬場で乗馬となり、誘導馬の訓練を受け、2013年1月5日に誘導馬デビュー。同年の2月16日にデビューしたホワイトベッセルと共に、現在も活躍している。ホワイトベッセルが、 不良の事故で亡き後も誘導馬を続けていたが2019年を境に誘導任務から外れ2020年に誘導馬を引退した。その後はおとなしさを変われ主に少年団の乗馬を務めている。ありがとうございます。